エビデンスは漫画、お菓子、ペット的な存在はこの2ヶ月の間に作られたイメージ。日本史研究者は信長と弥助は信頼関係で結ばれていたと想像している。証拠隠滅は無理よ、永遠に拡散保存される。なんでのこのこ出てきたのかね、どこに賞賛があった。トットリーも使えねえババアだと思ってるぞ。早く再開してピエロの仕事に戻るんだ。実際弥助に他人に見せびらかすための珍獣以外の使い方ないだろうと思うわ。実際今もトーマス・ロックリーやお菓子にハリウッド等が弥助を見せ物に仕立て上げてる皮肉よ。今やその二人が見せ物になってるっていうね。人々が飽き始めた絶妙なタイミングで現れる皮膚き芸人の鏡。信長も弥助に飽きたら息子に押し付けてほったらかしじゃないの。お菓子復活したってよ。後い東森とかいうのがやべえ記事出したってよ。お菓子は都合の悪い記述は無視してるよね。お菓子は原文読めないから。見せ物として披露したら大金を稼げそうだと皆が言った。信長の息子たちに合わせたらみんな喜んでた。お小遣いあげてる人もいたみたいな話で良いのかな。印象はまずまず良いみたいだけど、優秀な護衛とか戦士とかの扱いじゃないな。弥助に個人的に使えるお金があったっぽいのはちょっと安堵な気分。見せ物にしたらお金になりそう。そのまま信長たちに見せたらお金もらったっていう宣教師が残した記録なんで、ここでお金もらったのは残念ながら宣教師だよ。名前すら記録に残してない国田弥助が何をもらったかなんて宣教師たちは興味ないし記録にも残さないんで、弥助が何かもらった記録は日本側の文献にしかない。やっぱりお菓子してたか。訂正感謝です。身分証代わりの狭山記の他には最低限の衣食住くらいしかなかったかもしれないのか。ちょっと残念の気分。持論を覆してまで御座の逆張りをする理由ってこういう組織と関わりがあるからじゃないの。漫画の一場面を根拠に日本史研究者はお菓子ロックリーのような想像してますが、さすがに草。どうする家康根拠に日本史研究者は火縄銃は連射ができたと想像していると言ってるようなものよ。トットリーまだに出隠れしとるん。確証バイアスとエコーチェンバーにはまっている状態です。と言われたら、用語の意味まで知ってたら常人なら、そんなことない、とイラッとする局面かと思うのだけど、社内でリアクションしたのかしら。いや、あれは自分に言われたと思ってないんじゃないかと。批判側がエコチェンにかかってるから岡先生が何か言っても届かないよ、という風に受け取ってる可能性が。うん、ある意味幸せに生きておられるんだなと。その前に RP してる内容も、そら批判側にも当てはまるけど、岡さん自身も自戒するところはないのかなと思うのだが、そんな風にも見えんしな。他国の歴史改造して自分たちに都合のいい責任転嫁をするのや、それを盲目的に擁護する学者とかって、もう病気だな。学名でもつけなくれば。ヤステ領、ロックリー領、あたりでいいか。敗戦国領だと思う。敗戦国の指導者層は戦勝国に都合のいい人材が据えられるし、その指導者はその方針を続ける人材を後釜に据える。戦勝国に媚び辛い自分が勝ち組のように振る舞う姿は韓国人に近いな。現地人に現地人を支配させるのが欧米のやり方。アメリカは韓国人使って日本支配に利用している。ベストと黒人と自ら手沈みになる姿から黒死病。漫画の引用は本当に意味不明すぎる。自分の研究や解釈は漫画レベルってことが言いたいのか。もともと日本史研究者はロッキリーさんの本が出るずっと前から信長と弥助は人間として信頼関係で結ばれていたと想像しておりますので、に対するソースとでも言いたいのだろうが、そのソースがろくに見つからなかったんだろうよ。その漫画の発売が2015年でロックリー本が出る数年前のことだから全然説得力がない。信長の野望に弥助が出てきたのもそのあたり。これは専門家含めてほぼ誰も興味ない存在だったから、ロックリーが好き勝手やれたって話でしかない。で、隠し資料を突き合わせて調べてみたら、伝説の侍にはほど遠い存在でしかありえないって結論になったと。そこら辺りを歩いてる弥助を信長が声をかけて雇ったわけではない。宣教師が献上してきたから受け取ってる。弥助からすれば人身売買で所有者が変わっただけ。信頼関係が発生する理由が一つもない。弥助にもともと興味ないと言ってた割にやたら熱心だよね。弥助には興味ないけど、ロックリーと御座先生には興味があるんだろう。おかしい。ただの弥助には興味ありません。宇宙人、未来人、侍の弥助がいたら私のところに来なさい。以上。お菓子最初のポストで朝栗炎上とかゲームで歴史を語るとかマジかみたいなこと言ってたような。それが今じゃソースは漫画だもんな。弥助と同じくお菓子も十分芸人の素質があるよ。シルクロードエビデンソンのイメージは八幡神に近い。エビデンスはストッピッドレイシストコメント。
ひらがなで書くと奴隷が入ってるのほんと好き。お菓子と旦那が立ち付けたからロックリー用語でごまかすそかない。お菓子、苦しいな。結局のところ何も進展しないし変わるはずもなく、のびのび同じこと繰り返すだけなんだから消えときゃよかったのに、いつまでやる気なんだろう。前提がヤスケはスーパーサムライウォリアーという、鳥取用語だから無理ゲーなんだよ。サイドの記事が消えてる。発掘作業だれいな。ゴサシとお菓子とで明らかに学者同士の争いみたいなことやってるよね。ゴサシは相手してなさそうだが、あのテキーは何なんだろう。日本史という個人的争いのためにいじってはいけないものをいじって、ヤスケや黒人奴隷周りの話を返して戦うのやめてくんねえかな。慰安婦問題も肯定してると聞いたし、個人的な好き嫌いが専門家としての矜持を上回ってるように見えるのよね。だからソース求めただけの人をキモいおじさん呼ばわりした時も不思議ではなかった。むしろ、あ、やっぱそういうこと言うよねと思った。歴史研究から最も遠いとこにいる人種、ナロー系がお似合い。お菓子復活。筋トレでもしてたんだろ。信長に関する資料ではヤスケのビジュアルイメージが八幡神に近かったと言われています。の記事が消えたからまた出てきたのか。記事消えてるのか、削除要請したんかな。八幡神の件は相当聞いていたようで、質問者ブロックしてキモいおじさんと捨て台詞を吐いていたからね。お菓子が削除要請したのでしょう。あ、どうしても回答できない、したくない、最大の痛いポイントだったか。そういや記憶にないとか言ってたっけ。推察のように記事が消えたからまた張り切って出てきたのかもね。これをソースにした記事とか他にないのかな。さすがに消した記事を元に突っ込むのは少々あれだし。何回言われたらすぐ誹謗中傷誹謗中傷開示請求開示請求言って、すべての経緯を無視して自分の悪かった面もなかったことにする人たちが多すぎる。スラップとかスラップ訴訟の意味を理解しておくといざという時の弁の武器になる。ネトウヨウジさんまで放っておきながらしれっと帰ってきたのか。ホサヨおばさん、適切な距離が取れてないからお菓子もロックリーも愛好家なんだよね。正当な鉄道写真家と悪質な素人取り鉄の対比のようだ。ゴザソロ突発、歴史学者から見たヤスケ問題。お菓子の件も触れるかもしれない。始まってたか。お菓子またブーメラン投げとるん。ほんと都合悪いポストは拾わないな。一閉じて聞きたいことだけ聞いて答えたいことだけ答える人がまんま自分に跳ね返ることをポストしている。ネトウヨのキモいおじさんどもはカエサルの残した言葉を流用して書いても理解できないでしょ。人というのは、得てして見たいものだけが視界に入り、聞きたい言葉だけが耳に残るようにできているものなのでしょう。人間ならば誰にでも現実の全てが見えるわけではない。多くの人たちは見たいと欲する現実しか見ていない。確証バイアス。気に食わない奴は全員ネトウヨ。おかよしぶさほんと好き。明智兵13,000、宣教師は30,000人と記述。相手に長いこと戦うなんて無理だよ。おかし、賞賛があって戻ってきたのかと思ったら負けそうになったら結局即リプと G からのお気持ち表明ムーブやんけ。何回こっちんばというか、独調する人の多い世界にいた人だろうなという感じがする。ヤスケが芸人って言われてリプラン閉じてはめきに来たってマジなん。完全にヤスケビジネスになりたいだけだと馬脚を表したね。歴史的な荒漬けや資料があるわけでもない、ただ金のために捏造しに来た人。確かにロックリーとはビジネスパートナーでしかなく、自分の利益のために出てきただけか。ヤスケを侍とすれば、白人は奴隷貿易の歴史を修正できるし、黒人は封建制の偉人を得ることができる。学者はハリウッド、ブロードウェイ、ゲーム会社から監修の仕事が来るかも。損をするのは日本人だけ。日本を犠牲にしてして白人様と黒人様で仲良くしたいってか、最低だな。岡先生の一押しの歴史漫画のヤスケって黒くないんですけど。なんかお菓子とその周辺、この中には落ちすれでゆゆだがいそうだが、あ、向こうの資料を持ち出してあれこれ語ってるけど、そもそも1年半も一緒にいなかった。言語の壁、血縁ドーム、お軽く見すぎてるような。フランス人といい、 UBI といい、 IOC といい、シルクロード、エビテンソンといい、この人といい、なんでいちいち他人を煽って神経素肌でさせるの。無意識に他人を見下してるからだよ。八幡神の質問したやつをブロックしたり、都合悪いから記事削除。八幡神のことは聞いてたの分かりやすい。岡八幡大菩薩。ポリコレの起源は共産国の旧ソ連で、共産権陣営である中国は西欧の思想を対抗して、家中家芸は規制はあるとは言っても美少女が多く胸も揺れたりするゲームも出してたりするし、反ポリコレよりで、今のロシアは共産権陣営に入るのか謎だけど、反ポリコレで反 LGBT よりだったりする。
という本元が起源にもかかわらず、現在は魔力という謎現象が起きている。資本主義主義である西欧の左翼リベラルが旧ソ連のポリコレを利用するとか、普通に文化盗用じゃね。ポリコレの起源は極左が失敗した共産主義に代わる理論として、フランスなどでアルジに主張されたポストモダニズムを歪曲して主張したこと、極左の主張の正当化のために証拠の捏造や無理やりな解釈を繰り広げ、これがアメリカの大学の人文系にもはびこって世界的に広がった。詳しくは早川書房、社会正義、バイツも正しい、人種、ジェンダー、アイデンティティにまつわる捏造のすべて。一回ネットで思いの丈を吐くのが癖になると、その刺激を求めて何度もやっちゃうからね。これからも来るだろう。 SNS 中毒で承認欲求のゴンでお仲間が持ち上げてくれるからやめられないんだろうな。 SNS 離れできないならマジで病院行った方がいいよ、この人。一杯構ってもらえるから脳汁出ちゃうんだろう。単に就職できなくて大学に席を置かせてもらってるだけのフリーターだったりしないんかね。知り合いにそういうのいたしな。大学でバイトしてるから女子とか研究員みたいな方が気になってるやつ。日大、五輪日本代表チームの監督にも調査が。全額免除のスポーツ特待生から学費を不正徴収していた日大重量挙げ部の不祥事を卒業生が告白。さすが日大、これロックリーの逃走の手助けしてるまである。日大って毎日事件の記事出てない？ゲーム散歩の更新まだかな。まあ動画出せば叩かれるのは目に見えているからやりたくないだろうけど。ゲーム散歩は UBI の検閲賄賂話で利益相反もつつかれるだろうから最悪のタイミングかも。スターウォーズ無法者たちに関しちゃ、 YouTuber やインフルエンサーをパーティーやディズニーランドに無料招待して何度も接待を行った上でレビューに検閲を行ってるのが盛大にバレたからね。大手メディアに対しても賄賂を食ってるのが今回新たにバレ出して、アサクリとは違う方向で炎上しまくっている。メディアへの賄賂は知らんかった。金の使い方間違ってねえか、この会社。下手すりゃゲーム散歩自体を取り潰し騒動になるからな。番組側としてはもうやるメリットねえよな。ゲーム散歩って発売後のゲームについてやるもんじゃねえの。営業宣伝なんだから、いやいやるじの意向でいくらでも変わる。実は自分は日大卒なんだけど、もともと大してない日大卒の収支の価値をさらに毀損されて、それの名誉回復を図ろうともしない大学側の対応の不作為を日大卒業生のみんなで集団訴訟的に糾弾できないものだろうか。強く生きて。交友会とかはそういう苦情とか言ってないの？なんとか現役生にアプローチとって、みんな不満持っているか確認できないものかな。それによって動ける範囲が変わると思う。プレジデントの記事で名指しされててくさ。これか。お菓子帰ってきてたのか。アトキンソンも帰ってきてる。ヤスケは八幡新イメージの記事消させたんだ。都合の悪いこと、得られないことは決してなかったことにか。キモジ発言って誰かへのレスになっていたりしないの？もしなっていれば明確に特定個人への侮辱だから、そっちから訴えることもできそうなのに。当時のやりとりはこういう流れっぽいな。正直これ以上お菓子が出しゃばってもネットのおもちゃとして遊ばれるだけだから、とっとと鳥取留めでてこいや。とっとと飛ぶ太郎。記事取り下げろじゃなくて、博士のイメージとは何の根拠に言ってたのか、あるいは実際そういう旨の発言だったかどうか聞いてるんですけど。お菓子の再造記事削除の理由は記者が勝手に書いたからだそうです。もう二度と公で名前を出して仕事できないだろう。これ生き生きで宣伝してたのに、どうして。実物を確認して再造はインテリな雑誌と言ってたのに。自分の記事の掲載前の号を買って予習までしてたのに、実際の自分の記事がどうなってるかは確認してなかったのか。新聞とか報道系じゃない雑誌インタビューならデラチェックあるの普通だけどな。再造はないのかな。それにしても記者がどこから八幡新なんて唐突なもの降臨させるのかな。ぞあれだけ再造よいしょしてたのに。いやこれも施設行けよ、まともな認知できてねえじゃん。記者が勝手に書いたすで。お母さん的にはうん、飯田和志、飯田一志、この人が言っていないことを書いたという認識かな。シルクロードにピコとアトキンソンは鍵垢から戻ってきたというのに。異国で私兵、雇われ軍人で殺し合いしてるよりは芸人枠で雇われていた方がずっといい話だと思うだがな。芸人、見せ物枠だとヤスケビジネスが潰れてしまうから困るだろうな。アンチネ東洋と戦う勇者が負けちゃったの？